12章大阪の城。話聞いてくれるか。あのクリスマスの夜、俺は堂島組の事務所に行った。ああ、そういえばあの現場にいたって言ってたもんね。二十数年前だから桐生ちゃん10歳ぐらい、15歳ぐらいかな。風間のおやっさんは毎年クリスマスになると俺たちの個人ひまわりに顔を出してくれていた。だがあの日おやっさんは来なかった。はあ。俺はおやっさんに何かあったのかと思い、一人カムロ町へと向かった。わっか。お久しぶりです。何しに来た？お話があるんです。今日はダメだ、帰れ。いつもは優しいおやさんだったが、その時は違った。それで後追っていったの？俺は気になっておやっさんの後を追った。おやっさんは組の指示に逆らって人言派を逃がすつもりでいた。はあ、えん？俺はそんなことも知らずに。人号派を逃がすつもりでいた。俺たちを逃がしてくれるというのか。ただしこの町から出ていくことが条件だ。罠じゃないだろうな。二人の会話は聞こえなかった。俺はおやっさんが危ないと思い体を張って助けようと思った。仲間を呼んで裏口から逃げるんだ。このままだと全滅するのは時間の問題だ。俺を信用しろ。どういう関係なんだろう。カズマ、やり罠だったんだな。待て、そいつは東城会の人間じゃない。あらあら、助けようとしてその男を撃ったんだ。顔を覚えられちゃうからな、そのまま逃がしたら。俺がその男、お前の父親を殺したようなもんだ。償いでもすると言ったろ。必
カッコつけるのもいい加減にして。親の仇を取らせれば自分が犯した罪が軽くなるとでも思ってんの？罪を償うから俺を殺せだなんて。人はね、そんな簡単に割り切って生きていけないのよ。キリュウちゃんも大変だな。罪を償うから俺を殺せだなんて。人はね、そんな簡単に割り切って生きていけないのよ。またこのゲームをさせられるのか。うわー、血出てる。体力がどんどんなくなっていく。邪魔邪魔、うろうろするな。やめろやめろ、ドキドキ。ちょ待て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 、絡んでくるな。ああ大丈夫かな。しかし誰だ、キリュウちゃんを狙ったのは。大体あれだろう、戦国組だろう。邪魔だ邪魔だ、どけどけ邪魔。よし、着いた。ああ。お、コアラさん。なんだ、どらしたん。合流会は蒼天堀のあたりで。派手にやったせやな。あれは韓国の連中が勝手に跳ねただけ。ほう、今まで散々やつらつこて大騒ぎしとったやないか。まあほとんどが空騒ぎで終わっとるがな。喧嘩売っとんのか。
挑発に乗るな。お前も少しは大人になったぬ。せやけど、オメ連合の跡目はもうわしのもんや。うり。はるかちゃん。こいつつこて、キリュウの首取るで。お前らしい作戦だな、戦後。キリュウっちゅうやつ、半端なことやたぶらんらしいからの。勝手にせえ。わしはわしのやり方で登場会と気流やるだけじゃ。よっしゃ、ほな一丁派手に近江の跡目合戦と行こうやないか。です。やっぱりキルちゃん狙ったの戦国かい。あいつは。おはようございます。まだ無理したらあかんよ。さっきそこに座っていたのは河原さんだよな。ああ、カオルのことでちょっとな。ほう。彼女のことで。まあそんなことよりこれ。ん？何隠してんだよ。これは。ねえ、知らんけどあんたのジャケットに入っとったで。いつの間に。はるかちゃんを預かったみたいなあれなんだろう。まさか。止めても無駄や思うけど、その傷や無理したら命取りになるで。河原さん何なんだろうな。話があんまりよく見えてこないんだよな。彼女は来なかったか。カオルのことやったら河原さんに任しとき。ええか、くれぐれも無理せんとな。はい。おばちゃんいるんだけど後ろに。キリュウだな。ん？お前は誰だ？なぜこの番号？そんなことはどうでもええ。はるかを救いたければ指示に従え。はるかはどこだ？無事なのか？質問は受け。はるかに会いたければ今から横堀ゴルフセンターに来い。もちろん一人でだ。おい。お前は何者だ？ゴルフセンターか。それにしてもどこかで聞いた声のような。お、どこかで聞いた声。それで遥かちゃんのことを遥かって呼び捨てにして。はあ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 、なるほどなるほど。しばらく寝てろ。何？え、ゲームの声優？はい。なんで俺が声優やらなきゃいけないんだ。実はこれからゲームのアフレコがあるんですが、声優が突然来れなくなってしまったんです。今日を取らないとスケジュールに間に合わないのに。それは大変だな。まあ頑張れよ。そんな無責任なこと言わないでくださいよ。そもそも最初から俺はお前に対して責任はない。そんな殺生な。今日中に取れなかったら責任を取って僕は会社を辞めさせられるかもしれないんですよ。ああ、僕の人生もう終わった。死ぬしかない。おいおい、そんなに思い詰めるなよ。じゃああなた、僕を助けてくださいよ。声優やってくださいよ。僕の人生を救えると思ってやってくださいよ。お前、かなり強引なやつだな。ん？そういえば、あなた、ダンディでいい声してますよね。声優を辞めるために生まれてきた声ですよ。いや、今声優をするべく生まれてきたと言っていい。おいおい、そんなこと言われても俺はやらんぞ。
いいえ、あなたしかいません。おい、やめろ、そんな顔近づけてくるな。さあ、さあ、やるんです。いや、俺は声優なんてやったことないから無理だ、諦めろ。大丈夫ですって、台本を見て読むだけですし、報酬も弾みますから。いや、もっと探せば他に誰か見つかるだろう。いいえ、もう決めました。あなたの声じゃないとダメなんです。僕の体と心がビビビッときたんですよ。だからどうかお願いしますよ。わかった、引き受けよう。仕方ねえな、お前の熱に負けたよ。引き受けるぜ。本当ですか、ありがとうございます。お名前を伺っていいでしょうか。キリュウだ。私は菊池と言います。キリュウさん、収録はこの近くのビルで行います。では一緒に収録スタジオに行きましょう。キリュウさん、こちらが相手の声優を務める龍崎さんです。龍崎です、はじめまして。今日はよろしくお願いします。ああ、キリュウだ、よろしくな。ところで菊池、今から収録するのはどういうゲームなんだ。男同士の熱い友情、裏切り、絆を描いたヒューマニズムあふれる熱血青春学園ゲーム、熱血アミーゴというゲームです。ん、熱血アミーゴ、聞いたことねえな。これが今若い女の子には大人気なんですよ。そうなのか。それで俺は何をすればいいんだ。キリュウさんには主人公の阿部役をお願いしますね。龍崎さんは阿部の幼馴染の道神役です。何、道神？ん、何、主人公役だと。ど素人のノリに無茶ぶりすぎねえか。大丈夫ですよ、僕もフォローしますから。設定は2人は同じ男子校、セントダンディズム学園に通っている生徒。放課後に教室で2人きりでいるシーンから始まります。ん？これはもしやそういうあれなのかな。では時間がないから始めましょう。お願いします。キリさん、この台本に従って間違えずに読んでくださいね。久しぶりだな、阿部とこうして2人きりになるのも。やっぱりそういうことなんだろうな。うん、じゃあシャワー。おい、おい、先にシャワー浴びてこい。 ありがてえ、全部言ってくれる。ああ、そうさせてもらうぜ。で、キリュウさん、ここは学校の教室の設定ですよ。シャワーなんてありませんよ。ったく、ちゃんと台本読んでくださいよ。すまん。二人きりのシーンと聞くと、なぜかこのセリフが反射的に出ちまうんだ。今度はちゃんとやる。じゃあ撮り直しましょう。久しぶりだな、阿部とこうして2人きりになるのも。ああそうだな、俺もお前と2人きりになれて嬉しいよ。高校でもお前と一緒にいられるなんて何か運命を感じてしまうな。なあ、阿部は俺のことをどう思ってるんだ。仲のいい幼馴染に過ぎないな。そうか。で、キリュウさん、これでは気まずくなってセリフが続かずに終わってしまいますよ。それに台本と全然違うじゃないですか。すまない、台本通りにやるのはどうも苦手だな。ゲームのアフレコは台本通りにやるとダメなんです。キリュウさん、当然ですが撮り直しです。一人の男として意識していたよ。本当か。俺も阿部とは昔から幼馴染としてだけではなく恋愛対象として見ていたよ。うん、恋愛対象だと。なあ、教室には誰もいないぜ。阿部は今俺と何をしたい。お前の両親に挨拶に行きたいな。いや、それは早すぎないか。心の準備ができる時間をくれないか。何、付き合うにはまずは両親への挨拶からじゃないのか。キリュウさんの恋愛観は関係ないんですよ。ちゃんと台本通りにやってください。すまん、自分のことように考えてしまって。取り直しましょう。俺の初めてを奪ってほしいんだ。本当に俺で
いいんだな。なんだこの展開は。俺はもう我慢できないぜ阿部。いいか、お前は一体何を言ってるんだ。お前から誘ってきたのになんで急に白々しい感じになるんだよ。って桐生さん、ここはゲームのテンションが一番高くなる重要なシーンなんですよ。ちゃんとしてください。そうなのか、わかった。俺に対して言われたのかと思ってしまったんだ。今度こそちゃんとやるぜ。ちゃんと役になりきってください。お願いしますね。では取り直しましょう。ああ初めてだから、優しくしてくれよな。もちろんだぜ。まあ肩の力抜けよ。じゃあ行くぞ。おい、この展開はまさか。入ってしまったな。おい、なんだこのゲームは。これのどこが青春ものなんだ。キルさん、これも一つの青春の形なんですよ。今若い女性たちはこういう BL 作品を求めてるんですよ。 BL？ ボーイズラブの略ですよキルさん。男同士で愛し合うことを言います。道理でそんな感じのセリフしかねえわけだ。そういうことだったのか。でもキルさんの演技本当に素晴らしかったですよ。ええ、キルさん、素人とは思えないくらい数字がいいですよ。このまま声優やってみたらどうですか。いや、今は他にやることがあるからな。しかし本当に今こういう作品が流行ってるのか。はい、ええ、本当ですよ。発売日には若い女性の行列ができるくらいですから。全然知らなかったぜ。俺の知らない世界というのはまだまだあるものだな。奥が深いぜ。とにかくキルさんのおかげで僕の人生もこのゲームも大成功間違いなしですよ。これ今回の謝礼です。スーツ、あ、じゃあ俺はもう行くぜ。キルさん、これが好評だったら次もお願いしますね。もう勘弁してくれ。ややこしいな。CV キャラクターボイス桐生一馬 CV でしょ。ややこしいな。まあいいや、行きましょう。